はい、皆様どうも、マフロです。はい、それではにゃんこ大戦争続きをやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、前回ですね、狂乱のタンクの方を手に入れました。その3日後に狂乱のバトル猫もやるって言ったんですけども、一回やりました。しかし、惨敗しまして、あとアイテムの方がですね、もうほとんどなくなっちゃいましたので、今回は見送ることにしました。はい、すいませんでした。それでですね、ケリ姫と都のプリンセスがもう残り時間がわずかなので、こちらの方をやっていこうと思います。はい、その前にガチャ回していきましょうかね。またアイテムを貯めていかなきゃな。狂乱のタンクでだいぶ消耗してしまいました。本当に勉強力ばっかりか。今日はガチャ運がなさそうだ。まあ、どうお返しばっかりになりそうだね。使っていきます。お返しだらけ。今何やってるんだろうな、イベントの方は。ケリ姫のレアガチャだけかな。ドラゴンエンペラーズ、ふんふんふん。まあ望み薄ですけど、レアチケットつけ使ってみましょうか。ドラゴンエンペラーズちょっと欲しいかもしれない、ね、はい、じゃあやってみます。竹山ですかい。もう一回来い。お、マジ、なんかすごいもの、すごいかな、わかんないけど超激レア出たよ。使えるのかな。ちょっと見てみましょうか。お、ユーザーランクも達成してる。おお、経験値全然足りないけどね。もう最近足りなすぎて笑えるぐらい。本当に。ハムクラさん。赤い敵サンディアさんと被ってるな。まあちょっとパワーアップさせてみよう。あ、全然ないか。まあちょっととりあえず保留しておきます。はい、それではケリ姫の方をやっていきましょうかね。一応ですね、あの姫対策に、あのライオンとこの猫ギャング
スピードの速い、2人を揃えてみました。2人じゃない、2匹揃えてみました。これでちょっとやってみようと思います。じゃあ上のステージからいきましょうか。クリアできるといいですけどね。まあ、まずは様子見よう。あ、もういきなり出てくる。じゃあもうライオン行け。ああライオン直前でやられた。ダメだな、近寄れねえな。あ、とりあえずこのガウをなんとかしなきゃ。この周りの人たちをとりあえずなんとかしなきゃね。早くしないとまたね、時間かかりすぎが出てきちゃいますからね。サンディアさんとか出そうと思った。このガウ対策。あ、今ライオンとか出してもしゃあない。とりあえずガウたちを何とかしなきゃ。やばい、それ以上前に出るな。あああんまり前に出ちゃダメよ、あの蹴りにやられるから。やられるな。サンディアさんにガウをやっつけてもらおう。姫退屈そうだな。あー、それじゃ参っちゃいかん。あー、やられた。やっぱりそれ以上参っちゃいかんって。ガウなんとかしたいな。あ、もう出てきちゃった。早いなぁ、ここ。ダメか、ここのステージは。
ガウン。もうダメだな、これ出てきたらどうしようもないな。思ったよりガウが強い。相変わらずクマ早い。ちょっと下の方からやってみようか。はい、こっちやってみます。時間かかりすぎ、意外と早いよな。まだ俺には無理そうだな。やばいな、ゴリラが強い。ちょっと油断してたね、今。編成。ゴリラ2匹に押されてるから、ちょっとやり方を変えるか。もう一度見ます。ゴリラが思ったより強かったな。これでダメならもうちょっと編成考えてみよう。早めに班長さんを出して番長さん簡単にやられちゃったからな。油断しすぎた。いやー、出た。あー、姫の蹴りが強烈だな。やべ、押されてる。
ハッカーさんもやられてたよ。あーやべ、カンガルー強えなあ。あーダメだ、これダメだ。難しい。さっきこの前手に入れたガウさん入れてみるか。ちょっとおたねこさんを外してっと。黒い敵に強いらしいのですね。あ、ここじゃない、レアだ。あ、さっきの子だった。ちょっと最大まで上がってませんけど、黒い敵に強いらしいのでガウさん入れてみます。これでちょっともう一回やってみて、ダメそうなら違うとこ行くか。難しいな、さすがに。敵が敵で出てくるよりちっせえな。まあ黒い敵で相手に頑張ってくれ。あ、明らかにやられてるけど。さすがにレベルがまだ低いか。早めにちょっとサーティさんとか出してみな。重くなってきました。カンガルーにガウ通用するかな。ゴリラに通用しないんじゃ厳しいかな。いやマジ重いわ。やべえぐらい重い。重すぎる。ブログのコメントに、ね、書いてくれた人がいて、ガウ出しすぎるとヤバくなりますよっていうことでしたけど、本当にヤバい。あー、もう蹴りで結構やられてるもんな。
あの蹴りほんと厄介だ。蹴りでやられる前にできるだけ敵を減らしたい、周りの。それ以上近寄らないで。これで敵をやっつけれれば、この状態で。まあ蹴り届いてないしね。これでだいぶ減らせれれば勝てる可能性はある。あー、サンディさん食らっちゃった。敵を減らせー。ムートさん頑張って。残るはムートさんが頼りだ。あー、食らってる。アウチ。なんとか耐えてた。あの蹴りほんと厄介だな。あー、もう姫近寄ってくんな。ダメだ。倒す前にムートさんとかやられちゃったしな。厳しいか。これは完全敗北だな。蹴り姫に近づくことも許されませんでした。まだまだ甘いな。はい、じゃあ、ケリ姫の方は、惨敗ということで、ここで終わっておきます。悲しいけどね。で、今、海岸のフィーバーが出てるので、これもやれるかな。とりあえず、編成を元に戻しておこう。ガウさん、お疲れさん。通常のに戻しておこうか。まだまだ奥が深いね、このゲームも。で、あと何入れ、あ、ジェンヌさんだったね。よし、戻しといて、海岸のフィーバーさんやってみましょうか。あと2が足りない。ちょっと2分なんとか。あ、パワーアップもできないな。猫だろぼっち偏ってるよな。あと2分。ここをクリアしただけでも、でもダメなのかな。あと1分。もう少しお待ちください。召喚された服もまだやらなきゃいけないし、レジェンドもまだまだいっぱいあるし、まだまだ長いよな。さあどうだ。10分。アイテムがね、このネコボンとこれじゃないわ、スニャイパー、これがね、狂乱では結構必要に、自分では
まあなくても勝てる人はいるんでしょうけど、自分には必須ですのでね。このスニャイパーをなんとか増やしたいですね。あ、なったね。じゃあ行きます。一応フィーバーさん持ってますからね。この前やったら女優さんは持ってませんでしたけど、あ、ははは、持ってる。あ、でも強いな。もうやられてる。ちょっと出すぎじゃねえかあいつ。フィーバーだらけやん。嫌なタイプだな、あれ。またケリ姫と同じタイプかよ。超範囲攻撃、範囲攻撃、長距離砲。
やっと倒したー。いや、サンディアさんがボコボコにやられたけど何もせずに。このステージもつれーなー。よし、あとはもう、この人たちだけだ。やっちまえ。やっとクリアした。長かった。絶対次は無理だろうけどね。超激ムズが出てます。あ、辛い。腕が痛いよ。はい、まあおそらく今のところはだいぶカットになると思いますけども、一応クリアできました。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。今回ね、ちょっと負け続けました。まだまだ実力不足ですけども、頑張っていこうと思います。それでは次回もよろしくお願いします。では、さようなら。